もおバンドスおバンドスヘッポコ探偵団モンハン探偵団ヘッポコ、ヘッポコモンハン探偵団ヘッポコ探偵団モンハン部じゃないですか。あ、そうだね。ヘッポコ探偵団モンハン部のユミです。お前です。今日は内緒でクエストを1個やっていきたいと思います。こんな時間に夜中の、2時5分ですね。やっていきますか。始まるよ。いきますか。いきましょう。視力を尽くさないといけない。ユミさん、ここは初めてですよね、はい、ここは来たことないですね。溶岩系、うん、なんかいるものありますか。まあまあまあ、溶岩ボコボコしてる。やば。とりあえず物集めながら行きますか。はーい。はい、とりあえず足は見失わないように。かつ、なんかやけど直しみたいなの取っといた方がいいのかな。あったないのか。ないっすよ。そんなものはないの。ないっす、ないっす。溶岩に近づきすぎるとまあ計測ダメージ食らいますけど、逆に言うとそれぐらいなんで。やばい、猫になんか盗まれた。え、盗まれた。あ、なんか野良猫に何かを盗まれました。倒せば取り返せますけど。あ、まあいいや、可愛いから許すよ。これ溶岩に落ちたら死ぬんじゃない。いや、落ちないから大丈夫っす。え、あ、触れないみたいな。これ取っといてください。はい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 。塗りかめ、これを取ると、うん、体力ゲージ、大きな蟻塚を背負ったカメ、体力ゲージの、力尽きる、うん、あ、そうそう、右、なんだっけ、緑のバーがあるじゃないですか。はいはいはい。それのね、緑のバーの左側ぐらいに矢印、黄色い矢印出てないですか。出てる。うん、それが今取った壁の効果で、うん、要はその緑ゲージ、その矢印のゲージ、うん、より体力が残ってる時に何か大技を食らってもう死ぬっていうダメージを負った時に、はあ、はあ、HP ちょっとだけ残して耐えてくれるんですよ、一回。気合いの鉢巻きみたいな感じか。ああ、そう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 、そんな感じの、認識であってます。いいね。まあ一回きりなんですけどね。溶岩が一回きりなんですけど、それだけでもだいぶね変わってくるんで。私、あ、やばい。あ、落ちましたね。落ちましたね。今目の前で見ました。すいません、落下しました。ちなみにここで登れますよ、長さん。え、ここ、ここ、どこ、 R？ ん、ここでジャンプして、ここにね、行くとね、 A ボタンを押すみたいなの出るんで、わー、え、おお、あ、やばい、え、もう一回行っちゃったけど、もう一回押せばいいですか。うん、上に出た時にジャンプボタンで、あー、B ボタンで飛べますんで。はい、 B？ そうそうそう、回避ボタン、回避ボタン、そうそうそう、でこっちに来ると。あ、虹色の鉱石、うん、それはポイントですね。で、なんか、え、これキャンプ作れそうみたいなこと言ってません。サブキャンプの設置に適した場所を発見しました。そうそう、で条件をクリア、かげろうさんの依頼かな、かげろうさんの依頼で、かげろうさんの依頼、うん、依頼をクリアするとここにサブキャンプ作れるようになるんですよ。あ、まだ作れない。うん、サブキャンプがあると、サブキャンプまで一気に飛ぶとかできるんですよ。あのマイナスボタン、あーじゃない、ほら、プラスで、Y で出てくるこの、ファストトラベルっていうのに追加されるんで、そうすると、この溶岩のとこにいつでも来れるってこと？そうそう、わざわざ走らなくてもね。へぇー。さあ、長さん、ちょっと難しそうなムーブをいきますか。降りてもらって。え、うん。R ボタンを押したままこっちに向かって走っていくと滑っていきます。はーい、はい、滑って飛んで
いい場所で空中でかけり虫で前に行くと、うん、向こう側に着地できます。かけり虫、かけり虫回避、かけり虫回避。はい、かけり虫回避。いやー、来たで、ここら辺鉱石とかもね、いっぱいあるし、あとなんかありません？地面に剣刺さってません？上手くなってる気がする。木に刺さってる宝物、先人の遺物。あ、そうそう、それポイントになるんで一回限りですけどね。やったー、もう二度とできないですけどいやいや大丈夫ですよ、そんな。もう乗っていいの、ワンちゃん？いいよ。よし、じゃあマガドのとこ行くか。え、どこ行った？一回降りんだよね。うん、マガちゃん一体どこにいる？やったー、マガちゃんこっちか。上達した。行くぜ。あ、いましたよ、いましたよ。よし、うわー、よし、やったるぜ。いたいた、いたいた。え、これ、え、飛んでるやつ？え、あ、飛んでないやつね。はいはい、こいつは何の弾が効くとかありますか？いや、弾がどれが効くっていうのはあんまないんですけど、弱点どこかな。紫に光ってるところは弱点になります。あの鬼火ってやつをまとってる、鬼火っていうのをまとってる状態のところは基本的には攻撃が通りやすくなりますね。あとは腕の付け根、前足の付け根とか弾効くはず。前足の付け根、確かに狙うやつが出てきてる。え、なんかさ、違うやつがいる。やばいやばい、ダメージを当て続けろ。引っ込んでなさい。やばい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 。お、しびれてる、しびれてる。やめろ。あ、じゃあ倒れないの、弱点は。今鬼火をまとってる状態なのが腕か、腕が弱点になる。持ったよ、持ったよ。どうすればいい？さっき言ってたように R ボタンを押しっぱで移動できます。 R ボタンを押しっぱで、そうで、壁に向かって Y を押せば、うん、壁に向かって Y、 あ、ぶつけることができますけど、それは壁がなかったんでぶつけられなかった。ウチ、やばいやばいやばい、わお、やばいやばい。あ、鬼火のところ11しかダメージ入らないんですけど、どうなの？あ、逃げちゃった。ダメージの色が オレンジ色、黄色で出てればダメージ入ってるってことです。弱点ですね。あー、なるほど。おお、おお、なんかすごい、あれ、よい、操っている。ダウンダウン、あれ、はい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 、行くぞ。恐ろしいスピードが遅い。怖いなぁ。足を狙え、ナイス、ナイスナイス。うわー、すげえ。怪物に邪魔されてるんですけど、違う、ね、ヨレイヤに。あ、ちょっと、あ、あ、やばい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 、回復回復。ちょっとダメダメよダメよ、もう一回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 。え、ちょっと、あれ、あ、オッケー、しびれた。はい、尻尾切った。ここ来たぜ。オッケー、行きます。うわー、ちょっとこっちに来ないで。あぶね、うーふやべ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 、突撃来る。はい、うわ、回復します。
オッケー。やめてよ。危ない。逃げるんや。ナイス。ナイス。やめろ。やばい。待って。わお。ちょっと待って。おお。いやーやっぱ強いねキャンプでなんかやることありますか。いやまあ普通に団子もう一回食ってもいいですけど。いや回復薬あるから戻るわ。オッケー。落とし物ここら辺にあるから12番かな、はい、先にここのここの落とし物とあと尻尾、うん、尻尾切ったんで尻尾剥いといた方がいいですよ。はい、尻尾どこだ、僕しばらくいるんでここに来てください。はい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 、ね、それ今だ。こっち、あこっち。大切に使うからね。落とし物落ちてます。はい、どこどこ落とし物。この辺どこだ。落とし物はもう消えちゃったかな。これそしたら俺が倒したやつですね。すげーで、ここに尻尾は残ってるはず。はい、頂戴します。いきます。尻尾を取って、尻尾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 。素材は無駄にしませんよ。まあ基本的には常にモンスターを視界に収めとくのが重要ですね。砕けろ。それやられてしまったわ。まあフォートナイトの時と一緒ですよ。敵から目を離さないのが重要ですね。逃げてる時も何してる時も。あ、こいつですか。お、来たぜ。あ、やばい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 。おらー、こにゃろ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 。わお、こにゃろこにゃろ。あぶね、やばいやばい。なんか動きが怖いな。あ、やばい。なんか紫の人でやられてる武器はどうしたらいい。かけり虫で一回飛べばいいです。武器を収めて。かけり虫、武器で武器を収めて飛びます。オッケー。とその前に残していくんで、ちなみにあれ相手にもダメージ入ります。はい、そんな余裕はございません。やばいやばい、狙ってるんで。やめてやめて。はい、せー。やばい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 。回復回復。ちょっと回復します。切るんだよ。よいしょ。はい。ダウン。かきり虫。やべ。オッケーオッケー。頭かな、やっぱり弱点は頭だ。頭のダメージが結構入る。うわお、あちゃ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 あちゃ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 っていうか、ダガさん今気づきましたけど、それヘビーボーガンっすよね。頂戴します。あー、あ、そうなの、わかんない。なかなかのクロート武器を使いますな。むずいやつ。なんかさ、撃った方がフォートナイトと同じ感じで使えるかなと思って、あー、それにしたの。まあ初心者におすすめなのはライトボーガンの方が、撃ってる時の動きとかが早いので。ヘビーボーガンはなんか、ヘビーボーガンゆっくりじゃないですか。その代わり、あの攻撃力が高いと。やった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 。ぴょんぴょんしてる。フォートナイトの時と一緒だマジで。やったやっほー。よしよし。いや、やりましたね。やったハンターランクが3になりました。お、やりましたね。イエーイ。
当ありましたね、本当に。やったよ。2時半です。2時半ですね。寝ます。頑張りました。やったやった。じゃあそんなわけでハンターランク3に行けました。ふみさん、ハンターランク3に無事行けました。いや、皆様ご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございました。この動画がいいと思ったらポチッといいねボタンよろしくお願いします。これからも頑張ります。イエーイ。それじゃあありがとうございました。ありがとうございました。じゃあねー。